RD-191 はロシアで開発されたロケットエンジンである。原型はエネルギアに使用された RD-170 の派生系である。4機の燃焼室を一単位とする RD-170 に対して RD-191 は単一の燃焼室でターボポンプが当てがわれる。RD-191 は燃料として RP-1 酸化剤として液体酸素を用い、高圧の二段燃焼サイクルにより燃焼させるため高効率である。添加は特殊な指導用の液体酸素と接触するだけで添加する燃料を燃焼室に注入することによる化学反応によって行われる。エンジンは出力を通常の30%まで下げることが可能である。同様に緊急時に短時間であれば、 最大5%出力を上昇させることも可能である。ジンバル指示化により8度まで洋軸とピッチ軸に振ることが可能である。センサーで燃焼状態を監視することが可能である。計測結果はテレメトリーで送られ、緊急保護装置で使用される。エンジンには2つの機能が追加されている。ヘリウムガスを加熱することにより推進剤のタンクを加圧。 また油圧を発生させ油圧アクチュエーターを駆動することで燃焼室と空力打の角度を変える。2008年9月5日、NPONA5 マッシュは所定の燃焼時間を無事に運転して生産準備が整ったと報告した。最初の搭載機は開発中のアンガラロケットである。水力を170トンに下げた。 RD-191 は RD-151 と呼ばれ2009年7月30日に燃焼試験が行われた。このエンジンの最初の飛行試験は2009年8月25日に韓国のナロ -1 ロケットの第一弾に搭載され打ち上げられた。RD-181 は RD-191 の輸出用モデルである。 2014年12月にオービタルサイエンシズは RD-181 をアンタレスに採用する可能性があると発表した。アンタレスは NASA との商業補給サービス契約に基づいて国際宇宙ステーションへの補給機打ち上げに利用されておりエンジンは第1弾に2機搭載されている。RD-181 は 現行のアージマイナス26と比較して2機あたり4 4 0トンほど水力が大きく、オービタルサイエンシズでは出力向上によって NASA との契約に基づく20トンの貨物を4回の打ち上げで輸送できると見込んでいる。NPON5 マッシュからのエンジン導入は2015年夏、台上での29秒間の静止燃焼試験は2015年秋の予定である。 2013年4月に、派生型の RD-193 の燃焼試験完了が発表された。軽量級打ち上げ機のソユーズ 2.1V 向けに、小型化、軽量化が図られている。これにより、余剰の NK-33 は退役することになる。ありがとうございます。